双子じゃないで。マルシアでマルシンズです。はい、今日の企画は女子が追いたくなる男子の行動を紹介していこうと思います。はーい、ということで今回はインスタの方で、はい、追いたくなる行動ってどんなんですかっていうのを募集したので、それを紹介していけたらいいかなと思います。はい、何してるか教えてくれへん。あー、なるほどね。ちょっとミステリアスな面がある人って感じになる。あっちは多分言ってるつもりやねんけど、うんうん、なんか落ちないぐらいがちょうどいいかな、うんうん、何してるか教えてくれへんって、うん、自分は言ってると思うね、うんうん、何してるみたいな。あ、うちがな、そう、こっち側が言ってるけど、うん、向こうは別に何してるか教えてくれへんから追いたくなるんやろなって思う。よく言うもんな、なんか全部を分かりきった人と好きにならへんみたいな。うん、うん、ああ今回新しいハメの仕方してる。ほんまや、うん、チョコレートみたい。あ、確かにチョコレートみたい。サツは結構全部をさらけ出しちゃって好かれない、うん、友達としては好かれるけど、うん、その恋愛対象としてなかなか見られにくいっていう性格をしてるんですよね、うんうんうん、だからそういう時になんか男をどうやったら振り向かされるかとか、どうやったら追いかけてもらえるかみたいな、まあ、検索するわけですよ、私も。わかる、うちも検索するね、そういうの。そういう時にやっぱ出てくるのが全部を教えないっていうのが、学んでるね。もう絶対いつでもどこでも出てくるし、実際ここでも来てるから、これは男女共通やなと思う。あー、他にも女おるんじゃねえか分からへんやつがやっぱりモテるよな。そんなおらんてって言うけど、いや、おるやみたいな人がモテるよな。他の女の子とも LINE してるとか、ね、あー確かに、界隈で噂で回ってくるとか、うんうん、確かに、誰々と誰々2人で帰ってたらしいでとか、あーいや、そういうのでもあれなんじゃない。あれはでもさ、そっち系統の女子じゃない、うん、ああ、いつもあんま言わんもんね。なんか多くは語らないみたいな。男子に限らず女子でも、周りや流行りに左右される自分を確立してる人は魅力的。なあ、またハマる自信ある。あ、ほんま？あ、ちえちゃん、お前はどうでもいいね。お前じゃないよ。違うよ。そう。乗ってる人の方が好きかも。話は、どんな？あ、うやん。話は、てか話しやすい。タピオカがめっちゃブームになった時に、うん、俺タピオカ別に興味ないな、みたいな。あー、え、別にその、なんか、シーンはどぶっとくなくてもいいけど、俺は何々が好きやで、みたいな感じで、注文いろいろあった時に、その普通のやつ飲んでるとかは、いいとは思うけど、タピオカ飲まへんみたいなどぶとさんの人は俺は多分なんか、どぶとさん、あの人と、結構。人と俺は違うんやで。そうそうそう、みたいな、女の人でもおんねんけど、おるおる、人はこれ着てるから、これキーヒーみたいな人や、うん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 、それはなんか完全に、自分自身ないんやなっていうのを言ってる感じが、なんか裏を返せばね。そうそうそう、よく気にする人なんやって思うから、それは嫌い。噂、うんうん、とかに左右されへん人は好きやけど。あ、わかる。それがめっちゃ好きか置いといて、取り入れてるよな。そう、取り入れてる。情報を。そう。結局そういう浅く広く知ってる人が一番モテる。なんか露骨に好きアピールしてこない人。確かに追いたくなるわ。露骨にっていうのが大事じゃない。ちょっと匂わされてから恋愛対象になることってめっちゃ多いやん。うんうんうん、ちょっとは匂わしてくるけど、露骨に大好きですみたいな感じではないってことやな。友達として好きなみたいなぐらいが。うん、変な気持ちあるこれ。あ、めっちゃわかるわ。なんなと思ったさ、何人もおる中で、うん、なんかそういうゲームやるとかやったら、うんうん、今日ははるかに勝ちに来たみたいな、うんうん、とか言ってくれたら、うん、うちはかみたいな思う。あ、うち狙いで来てくれたみたいな。そうそうそう。恋愛的にちょっとわからんけど、この中やったら一番なんかいじりやすいんか、うん、いじりやすいんかなと思うから。わかるわかる。飲みとかでもさ、うん、今日は絶対潰すからなとか言われたら、結構。そう、え、なんかもしそれを、うん、だから6人とかでおんのに、うん、それうちだけに言われたら、うん、え、何何ってなるよ。追いかけてた2人にさ、うん、高校時代告白して身に言われた言葉は、友達としていたかったから、うんうん、言ってほしくなかったって言われて、そんなん知らんわな。まあまあ知らんわ、うん、でもだからそれぐらい友達としては好きでいてくれとったってことや、うんうんうん、やからこそ追いかけたくなってたやん。あ、なるほどね。そう、 LINE と会った時の差が激しい。これはなんか沼らせる男子の特徴でもあるかなって私は思うんですけど、シンプルにそのギャップも好きやねんけど、この人の本迷惑になったら LINE とか結構してくれるんかなとかも気になるし、電話とか好きな人にはしてんのかなとか思ったら、どんな人なんやろって気になって、想像膨らむような、うんうんうん、 LINE とキャラが若干違うってことや。で、直接会った時にうわ面白って思ったら、帰ってさ、え、でも LINE できひんわけやあんまり、うんうんうん、ってなったらさ、なんか普通の人ってさ、楽しかったで、 でも LINE もできるやん、うん、だからまあ LINE の話せばいいやみたいな感じだけど、うんうん、だから LINE の話せんだよみたいな、あ、次会う時まで頑張ろうみたいになって、じゃあさ、その頑張ってる過程でいつの間にかさ追ってんねん。あー、確かに。ここまではいかないんですけど、はい、ギャップが見えた時、普段は真面目で寡黙なのに2人の時に甘えてくる。好き。
そう、好きやねん。好きやねんけど、甘えてくるってなるほどってもうさ、もうお付き合い。ここまでいかんでも、うん、追いかけてて最終らへん説はあるやん。だから、そのここまでいかんでも、さすが思ったことあるのは、うん、みんなの中ではなんか、ちょっと話すけど、うん、一番話す人ではないわけ。うんうんうん、だけど、自分と二人になったらめっちゃ笑顔多い。とか、なんかそういうのにやられる。わかる。なんか女子そういうの好きやと思う。好きやんな。もうこの甘えてくるまでいったら、もう多分向こうもちょっとさ、ちょっと思ってるやん、うん、若干の前としてはそういうなんか自分と話す時だけちょっと笑顔を、うん、もうね男の人が薄々気づいてると思うんですけど、うんうん、かっこよさで落とすのはもう終わり。かっこよさで落とすの時代じゃないね。今は可愛さで女を落とす前にって私は思います。 LINE の返信が早かったのに急に遅くなった。このさ、こういう男の人ってたまにさ、おる気がするんですけど、うん、人は仲良くなって、バーって LINE するんだよな。うん、自分好きなのかな、疲れてるのかなと思って、うんうんうん、ちょっと早くするやん、申し訳ない。で、早くしてるのに、ちょっと自分が遅くなったタイミングになってから、うんうん、急に、極端に。あー、なるほど、ね。あれってなるやん。気になるやん。うん、言っちゃってるんですよ。あー。で、もうここの期間で、早くなる期間で、瞬間になって、若干好きになっちゃってるんですよ。で、勝手に疲れてるとか思っちゃって、手放しちゃったか。あー、なんか他の女子と LINE してんのかな、みたいな。そう、女子って結構さ、結構受け身な子がおるやん、うん、多いし、うん、なんか自分がさ好かれてから行こうみたいな人多いけどさ、うん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 、行こうとした瞬間にさ、ほっ、いなくなっちゃったみたいな感じ。あ、確かにハルケンには一番効くかも、うん、ハルケンにはな、こちらケイトには一番効く気がする、うん、きますね。女の子をしっかり女の子として扱ってくれる人、思いも持ってくれるとか。あー、最終な、そういう人が持ってるね、うん、でもなんかさ、追いかけたくなる系男子ってさ、うんうん、ちゃんと女の子扱いしてくれる人多いなと思う。うん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 、向かって、え？女の子と思ってるでみたいなことを言葉で言うんじゃなくて、うん、この重い荷物持ってくれるとか言ってるやん、パッて重い荷物持ってくれるとか、例えばみんなで車運転するってなったら、うん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 、男子だけで回そうぜ運転って言ってくれる人とか。なるほどな。なんか、そういう、別にアピールじゃないのよ。女の子として見てますよとか、選んで見てますよっていうアピールじゃなくて、自然に俺ら男子がしようぜ、みたいな人。うん、それもう教育やねん。この時の。コムドットのヒューガ君みたいな。あ、思った、私も。うん、結構さ、ちょっと優しいってなっちゃうとさ、最初いい人止まりになるやん。うんうんうん、そこじゃなくて、女の子がして、やってあげたいなって思うとこを助けてあげるっていうのが一番いいよ。で、うんうん、男の人と、やらん男の人ってほんまに分かれるやん。分かる。でもやっぱやらん人の方がやっぱり多いやん。多いな。5人中1人におるぐらいやん、そういう人って。うんうんうん、だからなんかさ、お茶混ぜの人がさ、一緒に集まった時にめっちゃ分かりやすい。うん、そういう時になんかちゃんと気がついてくれる人の方が、恋愛対象にも入りやすい。なんか、うん、裏での女子の評判もめっちゃいいと思う。確かに。まあこんな感じですね。けどまあやっぱり追われる男子って考えてやってる人が多いと最近思っている。あー、なるほど。なんか無意識にやってる人もおるけど、考えてやってる人もおる、うん、けど、うん、考えてやってる人でも沼らせれるなとか、うん、追わせられるなって思うから、うんうんうん、考えてやっても全然いいと思う。最後アンミカ先生。無意識を意識化しよう。無意識を意識化しよう。無意識を意識化しよう。ほんまにあれやん、ほんまになんか自己啓発の本。そうね、やっぱりみんな無意識でやってることもあるけど、そう、沼瀬男子が無意識でやってることを、うん、私たちが言葉にするので、うんうんうん、皆さんは意識してしよう、うん、で、さつも、うん、意識頑張ります、うん、あんたはもっと考えた男の前で動け。うちいっぱい考えてんだ。え、これショーティングこれショーティングの考えてる。あんたはもう考えなすぎる。ダメ。え、でも、うん、ちょっと、そのコラボの時とかにさ、うん、ちょっと女出すみたいな、うんうんうん、あれはほんまに無意識やで。いや、そうやな。だから、いや、でも、無意識に言わんなよ、普通に。あの、言葉遣いが綺麗すぎて、キモいもん。ほんまに。ほんまにキモい。ごめんなさい、ほんとに。今までコラボした方々、ほんまにごめんなさい、ほんまに。今日の動画はここまでです。この動画がいいと思ったら、チャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしてます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。